こんにちは、高原拓太です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。さあ皆さん、ビットコインのね、今チャートを、土曜日ということもあってね、ずっと眺めている方もいるかもしれませんけれども、僕もですね、ちょっと今日は、なかなか、仕事の方で、ね、遠方の方に出かけて演奏してきたのでね、ちょっと動画を撮る時間が今になってしまいましたけれども、というかビットコインですね、今朝速報で、撮った、時からですね、続伸しておりまして、今ねドル建ての30分足で見ているんですが、今現在ですね1万1000ドルもね超えてきたというところで、かなりいい感じで上がってきていますね。でここに大きな調整が入ってきているんですけれども、ちょっとこの理由もね少し独自見解ではありますけれど、面白いちょっと流れが見えたので、お伝えしていきますね。で今現在はですね、今1万1000ドルを切ってはいるんですが、この、やはりねどうしても意識されるラインをね、1万1000ドル、そこからやっぱり、ね、利確に入ってくる方も、ね、たくさんいると思いますので、今ここでね激しい攻防が行われている、ところになりますね。この週末ですね、この1万1000ドルの、あたりをねこう耐えていくとですね、1万ドルあたりをキープしていけたら、来週あたりの値動きも非常に面白く、なってきますね。利益確定の売りが入って、価格がこうやって乱高下、してしまうことはどうしても仕方ないんですけれども、とにかくこの1万ドルをキープしていけば、来週以降も、価格が上昇していく可能性は十分に、ありそうですので、期待していきたいと思いますね。それに伴って仮想通貨全般ですね、アルトコインも含めて、高くなってきておりますね。先ほどもね、リップルの動画を撮ったんですけども、ね、一時53円に、タッチしていた XRP、頑張っておりますね。ビットコインキャッシュも、非常に伸びております。イーサリアムも、頑張っていますのでね。あとビットコインの、ドミナンスもですね、59%、直近までこう上昇していて、ビットコインの資金流入がすごく見えてくるというところですね。とにかく今堅調な推移を続けていますけれども、来週以降このビットコインの資金流入が上昇していくかどうか、ここは本当に注目していきたいところになっております。そして気になるこの FOMO ですね、フィアオブミシングアウトという、この取り残されちゃいけないという心理が今働いていて、ビットコインがどこまで伸びるかというふうにやっぱ非常に気にしている方多いと思うんですね。で僕の LINE アットの方にもたくさんの方から質問いただいて、本当にありがとうございます。で僕の方からやっぱお伝えできるというのは、そのテクニカルの部分よりはメンタル的な、ところになりますので、むしろビットコインがどこまで上がるかというよりはですね、じゃああなたはどこで、利確をしたいのかと、何パーセント何十パーセント利益が利確したいのかっていう、その線引きをしっかり決めていった方がいいと思いますね。ここの時点1万ドルを超えたあたりで利確した人もこちらいますね。でそこからさらに伸びていって、こちら1万1000ドル手前あたりでそろそろかなっていうことで利確した人もいます。そして1万1000台を超えて1万1000ドルを超えて利確した人もいますので、その上がったから利確するというよりは、自分自身がどこで仕込んでいて、じゃあどのあたりで利益を取るかという指標をですね、はっきりした方がいいですね。そうでないと結局マインドばっかり揺らされて、ここでここで利確したかったのに落ちちゃった、もうもっと上がってきたな、でもまた下がっちゃったな、でもまた上がるかもしれないという、次1万1000に行ったら利確しようとか、そういうふうにマインド揺らされていると、結局損失を被ることになる可能性が高いですし、僕自身がその経験をしてきましたので、あくまで参考にしていただければと思います。それプラスビットコインが価格上がっているから今買っていいですかというご質問もいただくんですけれども、それはですね、もう個人の判断になりますね。僕が買いなさいと言ったところで、結局じゃあ利確もいつしたらいいですかっていうことになりますのでね、やっぱり自分自身の判断で決めていかないといけないわけですよね。決断は結局、その個人個人でしなきゃいけない。購入する決断、そして、利確する決断、その、決断が人生を分けるのであればね、分けることにも、なりかねませんので、もちろんその意見を仰ぎたいという気持ちは非常に分かるんですけれども、
ここはですね、やっぱりこのもっと学びを深めていって、自分自身 の投資マインド、投資スキルっていうのを上げていった後に、行っていく、た方がやっぱりいいですね。見切り発車っていうのはビジネスでは非常に重要ですけれども、投資の場合だとね、ちょっとそういうふうにいかない世界でもあります。そして仮想通貨は本当に熟練トレーダーでも予測が難しい世界でもありますのでね、そこはぜひ念頭に置いていただければと思いますのでね。でも質問は本当にぜひしていただければ、僕の方でね、私宝徳と本人がね、しっかりと、お答えしますのでね、質問はぜひしていただいて、もういいと思います。LINE あとね、連絡お待ちしております。そしてこの110万円台はね、今ビットコインはね、超えているわけなんですけれども、ウィンクルボス兄弟はね、仮想通貨している方であればかなり有名な方、ね、双子の兄弟なんですけれども、仮想通貨ビットコインの創世期の頃から携わっている、兄弟です。ですね、ビットコイン関連の、ね、動画とか映画には、ね、もう必ずと言っていいほど出てくる兄弟ですけれども、そうなるとやっぱり意識、次に意識されるラインですとか、そういったものは見えてきているというふうに、言っておりますね。トム・リーさんもこの FOMO ですね、フィア・オブ・ミシング・アウト、置いてかれる恐怖から買いが進んで、例えば160万円台に次は乗ってくるんじゃないかなというふうにね、そういう話もありますけれども、まあ、ここまであくまで、ですね、参考程度にしていただいて、ただ2017年のような相場の、ね、高騰、ね、冒頭ですね、冒頭劇が起こる可能性もなきにしもあらずですね、今現在金の、ね、価格も最高値を更新していて、その資産の、リスクを避けたい投資家たちの資産が、ね、こうあちこちに分散していると、その一つにこうビットコインが選ばれるように、ね、なってきているということで、時代が、ね、どんどん進んで、きていますのでね、ぜひこのチャンスを、逃さないようにしていきたいなというふうに、考えております。さあ、それでは、XRP にまつわるちょっと面白い、データを、ね、見つけたんですけど、今ガタンと言ったのはうちの、ね、猫、飼い猫リップルちゃんですね。名前リップルという猫を、ね、飼ってるんですけれども、今そのリップルの話を しようとしたら音を立てましたね。さあ、それを置いといてですね、こちら、XRP のですね、こちら6時間足の、ね、チャートなんですけれども、こちら、日付が、6月22日の、23時頃なんですけど、その手前ぐらいですね、22時半頃からですね、 XRP の価格が高騰しているわけなんですね。ちょっと見にくいんですけれども、はい、この部分ですね、この部分は、23時半ですね、日付が変わるちょっと前なんですけれども、 XRP 高騰しておりますね。そしてまた戻ってみて、ビットコインの価格をちょっと見てみたいんですけれども、じゃあビットコインはですね、こちら30分足ですが、22時半あたりから急落しているんですね。先ほどの表とリップルチャットと照らし合わせてみると真逆なんですよね。むしろこのビットコインの資金がですね、一気に XRP に一度流れて、そこからまた調整が入っているというふうに感じたのは僕だけでしょうかね。まあ、そういったこともあり得るわけですね。ビットコインに資金が流入しているということは、そのもともとからビットコインを仕込んでいた税、ね、もいますし、この、ね、流動性がね、やっぱその仮想通貨 の取り柄ではありますから、XRP が上がった理由も、もしかしたらこうビットコインからの一つの資金がね、XRP に流れたということも考えられる。もちろんですね、他のアルトコインに流れたということも十分考えられますね。イーサリアムに関しても、同じような流れ時間帯ね、取っている可能性もありますけど、ちょっとこれは若干やっぱり動きは違いますね。やはりビットコインと連動したような流れになっていますね。XRP だけがなんか不思議と違う動きをね、しているような気がしてならないんですけれども、これはぜひね、皆さんのまた、ご意見とかもね、伺えたらすごく面白いんですけれども、とにかく XRP の動きがね、非常に面白い形。ビットコインが急騰、急落するときに XRP がね、急騰しています。ビットコインが下がった時に XRP が上がっています。さあ、その答え合わせはまた後日、していきたいと思いますけれどもね。さあ、
まあ、ちょっと、動画が長くなってしまいましたけれども、とにかく、ビットコインですね、今後この1万ドルを、ね、しっかりとキープできるかどうか、ここに、かかっていると思います。もし、週明けですね、週を明けてもこの1万ドルを推移、していけばですね、さらに、来週以降も、ね、伸びる、可能性が高いと思いますのでね、そこはぜひ、しっかり見守っていきたいと思います。また何か情報があれば、ね、お伝えしていきたいと思います。はい、そして、僕もですね、今こう YouTuber として、稼いでる、側面もあるんですけれども、 もう、もちろん、ね、仮想通貨投資も、ね、行っておりますので、まあ、そこは、ね、あまり実は、利益として、ね、出てるかと言われるとそんなに自信満々に言えるほどの、ね、利益は出てませんけれども、まあ、全く、ね、ゼロというわけではありませんので、もちろんそれなりの収益は、ね、いただいておりますけれども、この仮想通貨だけではなくてですね、その投資に関する余剰資金を作りたいとか、その自分自身で、ね、資産性のある、動き方をしたいという方はですね、ぜひ宝トクと LINE アット、アットマーク小文字の XTQ 数字の9026小文字の A、アットマークを入れて ID 検索をしていただいて連絡をいただければと思います。仮想通貨だけではなくてね、資産性のある、ことをね、やっていきたい、もっと収入の、ね、幅を増やしていきたいという方はぜひ相談していただければ、アドバイスを行っておりますのでね、まず本気で人生変えたいという方でも本当構いませんのでね、僕が持っているノウハウをね、アドバイスすることも可能ですので、ぜひご連絡お待ちしております。とにかく今はですね、世界中のね、情勢ですとか、あとはその時代の流れがね、本当に早すぎるぐらい、変わってきています。稼ぎ方のね、手段も本当に今のうちに固めておかないとですね、将来あの時やっておけばよかったっていう本当後悔につながりかねませんのでね、はい、ぜひよろしくお願いいたします。それでは共に資産構築のために頑張ってまいりましょう。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。